レッグプレスレッグプレスナロースタンス、レッグプレスナロースタンスレッグプレス垂直に上げる、レッグプレス垂直に上げる、レッグプレスレッグプレスは、ウエイトトレーニングの種目の一つ。専用のレッグプレスマシンを使用し、下半身、特に大体四頭筋、大臀筋、中臀筋を鍛えるものである。スクワットと同等の効果があるが、スクワットが、自重以下に負荷を下げることが難しいのに対して、 レッグプレスは、マシンの設定重量加減まで負荷を下げることが可能。このため事故の可能性が少なく、ウエイトトレーニング初心者に向いたエクササイズである。足の筋力が低下した、入院患者のリハビリテーションなどにもよく用いられる。足を、フットプレートの上の方に間隔を広くとって、深く下ろすと、ハムストリングスと大臀筋に、下の方に間隔を狭くとって、浅く下ろすと、 だいたい四頭筋によく効く。だいたい四頭筋の足の付け根の方を発達させたい場合は、後者の方法をとる。傾斜がついたタイプの他に、水平方向に押すタイプもある。現在は減少したが、真上に押すタイプも存在する。斜めと真上に押す2種類は、頭が低い位置になるため血圧が上がりやすい。息を止めないように気をつけるべきである。マシンのシートに腰掛け、足を、 フットプレートにつける。ロックを解除し、足を伸ばす。肩幅と足幅の中間くらいのスタンスで、骨盤を立てて、背筋を伸ばし、腰が浮かない位置に足を置くことが重要。息を吸いながら、ウエイトを下ろす。息を吐きながら、ウエイトを上げる。2から3を繰り返す。ホリゾンタルレッグプレス大体直筋がターゲット。骨盤を立てて、背中が丸まらないようにし、 かかとで、ふッとプレートを押す。息を吸いながら、ウエイトを下ろす。息を吐きながら、ウエイトを上げる。2から3を繰り返す。ありがとうございます。